貴重なね映像で僕も大好きな瞬間だから行きます。ほら規格外結構でかいね。はい、どうもこんにちは、みのりです。いつもお世話になっております。そして今回のカメラマンがぐ寝起きドッキリケンくんです。いや、具志堅です。具志堅からやっちゃったか。ごめん、なんだそれ。具志堅の C がその C だと思って、うん、その静かにみたいな、うん、で静かにといえばなんか寝起きドッキリかなと思って。あるけど起こさないようにね。そう頼みますわ。うん、もうバッチリです。お願いします。具志堅、はい、一緒に全然作っていこう。逆左手。ヘラクレスオオカブトたちを人工のサナギの部屋に移し替えます。おお。人工養室にお引越しです。久しぶりじゃないかな。 YouTube だと、TikTok で結構上げることが多くて、はいはいはい、うん、で去年のどっかのタイミングで一気にね YouTube で人工養室お引越しの動画をため撮りして、はい、多分そのストックがね結構あったから、あ、それをちょくちょく上げてたみたいな感じで、はいはい、になったから一時ね YouTube で撮影するっていうのがなかったんだけど、うん、やっぱ動画外でもお引越しする機会もたくさんあるんで、はい、うん、迫力ある、まあ、幼虫とサナギの間のね、うん、その本当に飼育してないと見れない姿の全容だったり、うん、サナギだったりが現れたりするっていう部分で、うん、まあ、貴重なね映像で僕も大好きな瞬間だから、うんうん、サナギの姿とか全容の姿って、はい、うんうん、そういった部分をやっぱこう見て楽しんでもらいたいから、うんうん、まあ、定期的に動画撮らせてもらってるんだけど、はい、うん、ここはやっぱまあ飼育してる中で、まあ、一個の分岐点にもなるかな、うんうんうん、人工のサナギの部屋に移し替えるのか移し替えないのかとか、はいはい、そういった部分もあるからあれなんだけど、まあ、人工のサナギの部屋はオアシスっていうのをくり抜いて、うん、サナギの部屋を人工的に作ってそこにサナギたちだったり、まあ、全容だったりを入れるって感じなんですけど、うんうん、それまあメリットとしては飼育スペースが幼虫の餌の土を省くことによって縮小できるっていう、サナギの部屋の空間だけで保管できるから結構やっぱヘラクレスが大きいケースに入れないといけない部分が、うん、よりコンパクトなケースで保管できるっていう、はいはい、ところがやっぱまあ僕の中で一番でかいメリット、うん、であって、あとはその全容って言われるタイミングでお引越しすることによって人工養室の方はもうちょっと大きめに作ったりできるから、うん、サナギの角曲がりっていうのが防ぎやすいっていう、うんうん、まあ、メリットがあるかな、はい、うん、やっぱ限られた飼育スペースで、幼虫管理してその中でサナギになるってなるとやっぱもう自然界でどんぐらいの比率で角が曲がったりとか、うん、起きてるか分かんないけど、はいはいはい、膨大な土地の自然界だからできるもう自分のポテンシャル最大限の部屋を作れるけど、うん、やっぱ飼育下ってなると限られたスペースになるから、はいはい、その中でサナギの部屋を作るっていうやりくりをすることによって、うん、予定よりもちっちゃいサナギの部屋になっちゃって、うん、角がぶつかっちゃって曲がっちゃったりとか、はい、そういうことが起きるみたいな、うん、っていう、まあ、僕の中では認識だから、もう土地無限に使っていいですよ。ここをもう好きに使って家建ててくださいって言われるのと、この、まあ、100平米ぐらいの場所で作ってくださいって言われるの、うん、だともちろんサイズ感も変わってくるから、まあ自然ってもうどこいくらでも広いですからね、うん、まあそうだから自分の好きなように作れてるんじゃないかなっていうところはあるのかなっていう、うん、まあ野生下でどれぐらい角曲がりの子がいるかが分かんないから、はいはい、なんとも言えないけど、うん、やっぱ自然界でも羽化不全の子が上に出てきてたりとかあるから、はいはい、うん、まあ、ないことではないんだろうけど、うん、まあ、そういった部分でお引越しすることが多いかな、うんうん、そう、まあ、だから天然のサナギの部屋派の人もいるんだけど、やっぱ天然の幼虫が作ったからこそのサナギの空間っていうのはやっぱあるから、はい、うん、そのそれによって角、ヘラクレスの角とかすごい長いから、うん、その自然な曲線の綺麗なフォルムのヘラクレスが羽化してきやすかったりとか、うん、もあるから、まあ、一概にはその絶対人工養室に入れないといけないわけじゃないっていう、はいはい、うん、ところはあるかな、うん、でまあ一般的に紹介されてるので言うとマット交換、うん、餌交換をするときに、サナギの部屋作ってて全容だったりとかサナギが出てきちゃったみたいな、うん、でサナギの部屋壊しちゃったっていう時の緊急用の、まあ、人工のサナギの部屋っていうのが使われることが多いかな、はいはい、うん、っていう部分、うん、一回壊しちゃうとやっぱ土で僕らが作るのって結構難しいから、うん、そういった部分で簡単に、安価で作れるオアシスでサナギの部屋を作るのが主流っていう、
ところなんですけど、はい、そう、まあそういったところでお引越しするっていうのが、はい、まあ一般的ですかね、うんうんうん、そうで、だから今回はね正直もうさなぎの子はいないんじゃないかな、あんまりと思ってる、うん、そのだから一番人工養子に入れるんだとするんだったら、うん、適したタイミングの子たちだとは思うから、まあ、言ってますよね、そう、うん、そうやっぱ結局さなぎになっちゃった状態で人工養子にお引越しするってなると、もうすでに人工さなぎの部屋で形がさなぎが形成されちゃってるから、角曲がってたらもう戻すこともできないし、角伸びてたんだとしたらもうそのさなぎの空間適してるはずだから、基本的にはそこでもう羽化してもらうのが、まあ、一番ベストみたいなところがあるから、さなぎになった子たちを移す、理由はもうほぼほぼ一つで、その飼育スペースの確保、うん、幼虫に使うためにさなぎ用のケースに移して幼虫をその取り出したケースに移し替えるみたいなところがあるから、そこぐらいかな。あとはもう単純にさなぎが見たいっていうとこぐらい、うん、って感じ。なんか、まあ、基本はもう全容で移し替えるのがもうベタ、はい、なんで、まあ、そのタイミングみたいなのを見れると思うんで、うん、まあ、ちょっと参考になるとこは参考にしてもらいつつやっていきましょう、うん、はい、はい、ということで今回お引越しする子たちこちらです。はい、はい、こちらです。おー、どうした、珍しい、珍しい、あ、いいことです。何でもない、行きましょう。いや、何、あ、近くないの怖っ。え、これね、はい、うん、これだから12匹お引越ししていこうかなと思うんで、はい、うん、この12匹がこれ幼虫用のケースで使ってる入れとこっていうケースに入ってるって感じなんですけど、この入れとことかの、まあ、購入リンク概要欄貼ってるんで、まあ、気になった方はぜひそこも飛んでみてください。で、これはね、結構奥行きが広いから、言って45センチ、だからラックにちょうど収まるサイズ感で、後ろの感じで綺麗に収納できるから僕重宝してるんですけど、これまあ言って結構でかいし、あとはここにまた入りたい幼虫たちっていうのがすぐ現れてくるから、飼育してる上で、あー、それもあんのか、うん、そう、だからまあここにまあ言ったら入居待ちの子みたいなのもいるから、やっぱできるだけ僕は人工養子に移し替えたい、なるほど、うん、っていうのはあるかな。だからまあ人工養殖での方がいいっていう人もいれば、うん、やっぱ天然のさなぎの部屋の方がいいっていう人もいるっていう、うん、まあ、そこはね、まあ、一概には言えないけど、うんうん、でも、まあ、でも人工養殖で羽化できる子は、まあ、天然の養殖でも羽化できるし、うんうん、人工養殖で羽化できなかった子は天然の養殖だと羽化できる可能性はあったかもしれないっていう、その、うん、まあ、たらればみたいなところは起きるから、うん、なんかまあ何とも言えないけど、だから人工養殖に移した方がいいかどうか迷った時はもう自分の今までの経験と勘で判断するのが一番いいと思う、うん、かな、うん、人工養殖に入れとけばよかったって思うこともあれば、天然の養殖でやってた方がよかったかなって思うこともまあ多々あるはあるから、うんうん、そこはまあ難しいとこ、うんうん、ですね。とりあえずこれ移し替えていく、まあ、人工養殖出しましょうか、こちらです。はい、はい、これ合計12個出したけど、まあこれ3列カゴに3つ入ってます、うんうんうん、だから横3列にはなってるけど、もうこの差ね、あー、うん、スペース、スペースとして、うん、もう高さもそうだけどこの横幅もだいぶ変わるっていう、あー、これがね、確かに数が多いとやっぱり変わってきますね、うん、これやっぱだいぶ変わるから、あやっぱこっちに入れてく、うんうん、まあ、僕はそういう風にしてるって感じで、これが人工養殖オアシスを切り抜いて振り抜いた状態で天然のさなぎの部屋に近いフォルムにしたやつで、これは結構使ってて穴開いてるんだけど、通常はまあこんな感じのイメージかな、うん、うん、でこれ何度も使ってるやつって感じで、吸水力が落ちたら僕は処分するって感じ、あとはまあボロボロになったりしたら、うん、だからこれまだちょっと穴開いてるけど、これぐらいだったら僕は問題ないかなっていうのに使ってます、はい、うん、これだから12個移し替えていきましょう、はい、はい、青くなります、うん、ああいや、そんな盛り下がる？こんなに華麗に青くなってる、はい、これでバッチリなんで、はい、はい、これでいきましょうか、うん、じゃあいきましょう、早速1匹目から、うん、ちなみに、あ、これはね、見えないやつだ、ちょっとその前に、うん、普段の流れので行きたいから見えるやつから行きたいな。なるほど。あ、これとかかな。はい、こちら。これはヘラクレス、ヘラクレス。うん。はい。まあ、18センチを超える巨大なカブトムシ、世界最大のカブトムシの、まあ、2022年の11月に孵化した子って感じで。だからまあ1年と半分か、1年半ぐらいかな。うん。
うん、っていう感じ、まあ平均的ですね。でさなぎ期間がまあ大体1ヶ月半ぐらいっていうイメージなんで、うん、で全容も1ヶ月半ぐらいあるかな、結構長い、トータル3ヶ月ぐらいかかるから、孵化してきて1年9ヶ月ぐらいかかって羽化してくるはず、うん、あと2、3ヶ月後って感じですね。でまずこの下にね、側面と下にこうやって幼虫が見えるんですけど、はい、ここ、はい、ここの周りがちょっと変色して、さなぎの部屋の空間って結構な水分量と、まあ、泥状にして言ったらコンクリートみたいな感じで土の周りを塗り固めるみたいな作り方になるから変色していく、うん、変色してる場所がちょっと見られたらさなぎの部屋作ってるかもみたいなポイントの1個目みたいな、うん、ところで、でこいつに関しては、うん、ちょっとこうさなぎの部屋が斜めに作ってるっぽい、うん、平行じゃなくて斜め向いてるから、はい、で、この側面の方を見てみると、ここ、うん、ここも変色して中に空間があるみたいな、うん、あるけど、ここもさなぎの部屋、うん、で、これが側面にぶつかってる子っていうのはもうちょっと本当は長さ作りたかったところが壁で遮られてる可能性があるから、はいはい、角曲がりになる可能性が上がる、うん、のでこういう子は積極的に変えてるって感じですね、全容の状態で、うんうん、そう、だからもう意外めっちゃ長いんだよね、やっぱね、さなぎの部屋。いやー、でかいっすね、うん、斜めでこの幅感だから、うん、やっぱ20センチぐらい使うからね、そうか、さなぎの部屋は。あ、20センチと言わないかもしれない。あ、うん、っていうので、まあさなぎの変える、さなぎ人工衛星に移し替えるポイントとしてやっぱ側面にぶつかってるっていう、下はねそこまでは気にしないかな、うん、明らかに空間が広いとか見える空間がとかの時は考えるけど、空間が広いイコールもしかしたら高さが足りなくなってる可能性あるから、うん、から変える可能性もあるけど、下はそこまで気にせずにやっぱ側面にぶつかってるかどうか、うん、っていうのをまずは意識してるって感じです僕は、うん、で上開けます。はい、こんな感じ。あ、これちょっと分かりづらいね。普段はこう土がこんもり入ってる場所を幼虫が食べて減ったりするんですけど、さなぎの部屋を作るときに土をさなぎの部屋の材料としてめちゃくちゃ使うから、一部が引きずり込まれてるみたいに見える状態、陥没してる雰囲気があるやつっていうのはさなぎになってるとか、全容さなぎの部屋を作ってる可能性が高いから、ちょっと気をつけながらひっくり返した方がいいっていうところだけど、ちょっとこいつは分かりづらいね、全体的にへこんじゃってるから。ただ多分ここの土を結構使ったかなっていう感じ、はい、でこれをひっくり返しましょう、はい、さあいきます。ここのやつで、これさなぎの時はちょっとひっくり返すのは慎重にやった方がいいかな。全容の時は、まあ全容ももちろん慎重にではあるけど、さなぎほどナイーブじゃないから、まあ、まあ難しいね、やっぱまあ全部慎重にやってください。はい、さあ、いきます。はい、はい、これね、ここに幼虫が、明らかに幼虫の雰囲気がおかしいというかね、これを、はい、これ、はい、あ、めちゃくちゃわかりやすい、こう腹筋運動してる感じ、これがもう全容の動き、ちょっと回りながら腹筋する感じ、はい、でも頭も足も離脱して、だから幼虫の皮をかぶってるサナギみたいな感覚、うん、これがまあ全容ですね、はい、うん、でちょっとねこうお尻がシワになってくるんだけど、全容になる前って、でもまだここの足と顎が離脱してないで機能する状態だと、人工のサナギの部屋に移してもその人工のサナギの部屋を壊しちゃう可能性あるから、ここもやっぱ注目してた方がいいって感じかな、うん、なんかこの動きになってる子はまあ全容なんだけど、意外とうまいことこうやって動かない子もいるから、ここ顎と足が動いてないかどうかっていうのをまあ見るのは大事かな。で顎が動いてた場合はそっと戻してあげたりとかするのがいいですね、うん、そう、あとは顎が動いててまだサナギになりきれてなかったら、僕の場合はこれ、まあ僕はですけど、うん、ここに薄く土を敷いて、うん、その上に置いとくみたいな、そしたら直にあの全容になってくれるから、うんうん、で全容になったら人工サナギの部屋に移すのがいいかな、うん、と思ってます、はい、これね白さがなくなってますよね。あ、そうね、だからサナギになる前、うん、だから全容になる準備段階ではだいぶ黄色くなってくる、うん、ちなみにこれ 110g だね、
だからまあ140から140中盤ぐらいのヘラクレスになるかなっていう体重感、はい、で、まあ、幼虫の全容なのを確認できたら、このケースにこのラベルを貼り直して、管理してるラベル、ヘラクレスの名前だったり産地だったりとか親のサイズ感とかね、うん、そういうのと、まあ、体重、餌交換の時に測った体重のシートを貼り直して、おー、あー、どうしたんだよ、貼り、ごめんごめん、侵食されたと違う人貼り直して、移し替えるという感じです。はい、こういう感じで、うん、で、僕は長さは長くてもいいかなと思って、うん、この壁の広さは大事にした方がいいかなっていうところかな、うん、個人的には、うん、ここが広すぎると羽化するときに手すりとしてこう使ったりとかするから、うんうんうん、その壁が遠くて起き上がれないとか、 はいはい、あとはここが広すぎるとちっちゃすぎる幼虫とかの場合は縦に伸びたいはずなのに横に幼虫がなっちゃって、ここで伸びちゃったらもう元も子もないから、うんうん、角がもう完全にぶつかっちゃうから変に斜めっちゃったりとかするような空間があると、サナギの、全容からサナギになるときに角がぶつかっちゃうみたいなことが起きたりするんで、はいはい、ここの幅感は大事、気持ち狭めに作ってあげてやる方がいいかな、うん、はい、というところですね、はい、ということで1個目は無事に全容でした。はい、はい、で、こっからもうじゃんじゃんいきますんで、うん、はい、ちなみにサナギの部屋はこんな感じで、もう綺麗な壁が、もうちょっと叩いたぐらいじゃ全然壊れない。ここら辺壁がね結構強いよ、ほらこうやって結構叩かないと、普通の場所はねどんどんへこんでいくんだけど、ここはもう全然壊れない、ちょっと強すぎて壊しちゃったけど難しいでも本当に硬くなる。あ、そう、だからもう幼虫は建築士でもあるっていう、あ、ところがあるんで、ね、残り11匹もやっていきましょうか。はい、今の子とかはもう僕は積極的に人工ですね、変える子で、こっからはもうどうなってるか分かんないけど、もう僕は変えてるっていうところですね、うん、さあ、だからまあ全容なのかサナギなのか、そこもちょっと注目してもらいつついきましょう。これは 126g のヘラクレス、うん、うん、ですね。あ、これ分かりやすいんじゃない。あ、綺麗に陥没してますね。はい、はい、で、これね、多分見えてない子かな、サナギの部屋が見えてないやつだ、見えてないけど、これだいぶ陥没、違和感あるぐらい片方だけ陥没してるから、うんうん、こういう子はもうサナギの部屋作ってるはずなんで、ひっくり返すって感じです。で、こういう全容なのかどうか分かんない子とかはもう、ここの上っ面、ひっくり返すんじゃなくて上っ面を削って、サナギの部屋のほんと天井のちょっとだけを開けるまで一回掘るっていう、こうもうほんと平行に、下にやっちゃうとサナギにぶつかったり幼虫にぶつかったりして危険なんで、平行、気持ち上目で、で、ここがもう硬いから、ここ多分もうここら辺にサナギ作ってるかも、結構上目で、こっちは簡単に掘れるんだけど、ここはもう硬くなってるっていうのはサナギの部屋の証拠なんで、ここを上っ面を軽く削っていく、慎重に、硬い場所にぶつかったら慎重に平行、気持ち斜め上目に削っていく。あ、開いたね、いきます。ほら、おー、いました、サナギです。これそう、ギリギリだったね、ここ当たってたんだね、こう見たら、ここサナギの部屋がぶつかってた、ここわかる、ふっ、あ、外側からは見えなかったけど、ここぶつかってた、若干自分の思ったよりかは狭いスペースになったけど、うん、でも綺麗そうだね。でもサナギになってるから飼育スペースが全然問題ないんだったら、このまま置いて羽化まで待ってあげるのもありです。さあ、ちょっと出しましょうか、慎重に、はい、これぐらいまで固まってれば、おー、すげえ、大きいな、結構でかいね、そうね、だからまあサナギの時はね、体も含め
1.5 倍ぐらいのサイズ感になってるイメージかな。なんかトータル、はい、トータル面積でいうと立派ですね。150ぐらいあるんじゃないかな。115センチぐらい、120グラムなんで、はい、でここに移し替えていく、こんな感じ、はい、ちなみにこれも活塞も済んでます。で、人工のサナギの部屋の作り方も別動画で、上げてるんで、説明動画とかの再生リストよかったら見てみてください。はい、とか TikTok でも上げてたりはするんで、ぜひ見てください。はい、いや順調、サナギでしょ。で、これもカチカチ、サナギの部屋がここだけ、ここ削っても全然削れない。すごいね、もう新幹線みたい。先頭ね、先頭、新幹線の先頭、先頭っていうか分かんないけど、運転手が乗ってると思ったらヘラクレスのサナギでした。わあ、すごい、すごいよね。そう、なんかサナギでしたね。うん、ああいう場合は僕は上から削ってるっていうイメージ、はい、で、次は、あ、でもこれ、あ、これはどうだ、ここ、う、結構広いね、はい、ここは空間が、うんうん、これぐらい広く見えちゃってる子はちょっと怖いかな。天井が、天井が低くなっちゃってるから、その分、うんうん、そこで、まあ、角曲がりっていうよりも起き上がる時に天井が低くて起き上がりづらいとか起きるかもしれないかなっていうのがあるから、僕は積極的に変えるパターンの作り方かな、うんうん、さあこれもひっくり返します。多分全容、うわ、全容だ、でかいね。あ、これヘラクレスリッキーです。ヘラクレスの中で2番目に大きくなるヘラクレス。これ 151g、 結構でかい、はい、おお、さない、腹筋運動してるね。で、1匹目の子よりも皮感が出てるね、もうちょっと浮き上がってる感じ。これとかもうそろそろサナギになると思う。さっきの姿になる2匹目の、そうそうそう、突然角が生えてくるかな。そう、だからもう丸まってるの、中にいるんだ。そう、中にある、あ、こう頭のあたりに丸まって置かれてるって感じ、収納されてる、はいはい、すごいよね。なんであんな長い角があるんですかね。いやもうだからもう戦いじゃない。あ、あんな、あんなリーチ長いの有利で仕方ないじゃん。やっぱボクサーとかも手のリーチが長ければ長いほど、まあ有利は有利だから、うん、そういうとこだろう。まあそういう姿がやっぱ愛される。あ、まあね、カブトムシってことですよね、うん、やっぱかっこいいもんな。かっこいいもんね、サイズもね。いや、ちょっともう昆虫離れしてるサイズ感というかね、うん、そう、だからもうヘラクレスかっこよすぎて俺も何回角生やそうとしたの。いや、生やすってなんだよ、髪の毛でってこと。え、髪の毛でってこと。いや、髪を枝とかもうくっつけてってこと。そうそう、髪粘土を頭につけてさ、こう枝つけたりとか。そんな時期あったんだ。そう、まあ、去年あたりかな。可愛くないわ。あ、マジ子供の話だと思ってた、絶対に。あ、違う、去年30になった次の年、日とかかな。聞くわ。そう、それでちょっと荒れちゃったんだけどさ。試行錯誤してたら。そう、まあ、よかった。今の子とかはやっぱサイズ、体重が大きい子っていうのはその分、まあ、比例してサナギも大きくなりやすいから、はい、はい、そういった子もちょっと積極的に変えるようにはしてる。うん、まあ、ちょっとやっぱ期待してる分、掘り返した時サナギで角曲がっちゃった時とか残念だったりするから、うん、人工室に移し替えることの方が僕は多いって感じですね。うん、はい、さあ、そして次、これは、マット交換しようと思ったら、うん、サナギになってた子っていうので、ちょっともう一時的にここに保管してる子、はい、なんだけど、これもすごい。お、体重 66g。 だからさっきの子リッキーともう約3分の1ぐらいの体重で羽化までいった子、全然体重が伸びなかった子、これ2022年の9月孵化ですね。だからまあ幼虫期間は ほぼほぼ一緒。それがちょっとここで出すか、いきます、こちら、はい、見えるかな、明らかに小さそうでしょ。これだからオス、メスの判別間違えたかなっていうぐらい体重が伸びなくて、
はい、でもこういう子って結構なんだろうな、消化吸収とかまあ体調面で不安がある子だったりする子が多いから、うん、結構星になりがちなんだけど、さなぎになってくれたね無事に、はい、ただどうだ、ちょっと形状悪そうだな、ちょっと開けます。はい、わーすごいちっちゃいね。あーちょっとさなぎの状態があんまりよろしくないかも。ちょっと、はい、あ足がめちゃくちゃちっちゃいね。これ羽が下に行っちゃってるね。こっちがまあ通常、はいはい、基本的に 1,2,3 後ろ足、一番後ろ足のと真ん中の足の間に羽がこう収まるんだけど、これ羽で、それが3本目の後ろに行っちゃってるっていう。これがここに入ってれば通常なんだけど、だから普段見えない箇所がちょっとこう白くなってるというかね、これはまあ羽化不全になるかな。やっぱさなぎの形状がちょっと異常がある子は羽化不全になる率がぐんと上がるから。はい、はい、ここまで来たのになんとかね、そうね、なってほしいけど。そうだから、そういった部分でも体重が、まあ、ある程度は乗ってないと、うん、まあ、やっぱサナギになるのも体力すごい使うんだろうから、はいはいはい、うん、体力とかまあ多分なんていうの、体液的な部分っていうのが足りなくて、サナギの、形状をきれいに、することができなかったりとかもあるから、うん、やっぱこういう体重が乗りづらかった子っていうのはやっぱ心配なことが多いね。うん、でちょっとどうしようか、この子のやつはちょっと一時的にここに入れときます。これだとちょっと広すぎるかなって感じ、こういう子は、これはさすがにちょっと広すぎるから、この子用にさなぎの部屋作ったりとかするのがいいかな。まあここまでさなぎになってくれたからね、なんとか。そうっすよね。まあ羽化不全になるのはもうほぼほぼ濃厚なんだけど、まあでもこう元気に過ごしてくれるような状態で羽化してくれたら嬉しいね。まさかめちゃくちゃちっちゃい子、これも同じヘラクレス、うん、お、次でかいぞ、うん、次 144g、 あ、これもちょっと見えないけどどうでしょうか。はい、あ、ただしっかりさなぎの部屋を作ってそうな雰囲気ありますね。これどうだろう、さなぎになってるのか全容なのか分かんない子、はいはいはい、なんでちょっと慎重にひっくり返します。お、サナギだ。ある程度サナギになってるね。おお、すごいことになってる。ちょっとこれ、うわすごい、はい、おこれでかいぞ。サナギだとしたらでかい。ただ本当はサナギになる前に引っ越したかった。角曲がってる可能性あるから。ただ横に当たってるわけでもないから、うん、うまく自分のポテンシャルのサイズ感のサナギの部屋作ってれば綺麗に伸びてるはず。あ、さあ行きます。緊張の一瞬、あ、いいね、これもサムネ用に。さあ行きます。どうでしょう、はい、おお綺麗です。長い、すごい立派なサナギになりました。ちょっと角細身の、はい、すごいまっすぐサナギになってくれたね。色もあんまり光がないというか、ああもうさなぎになって結構立ってるかな。さなぎになりたての時って結構なんだろうな、ちょっと綺麗なオレンジというか、はいはいはい、ちょっと明るいオレンジみたいになるんだけど、うん、そこから落ち着いてこういう色になってくるから、うん、こうなってきたらまあデリケートだけど、さなぎの中で言うとこう、まあ、固まってるさなぎって感じ。ただオレンジの、明るいオレンジの感じとか白っぽいとかそうなってる子はすごいまだすごい柔らかいデリケートな状態だから、そういった子はちょっとの衝撃食らうだけで傷ついて体液漏れたりとかするから、そういう時は避けたいね、お引っ越しする時は。この子はもう綺麗なサナギです。はい、おーすごい、かっこいい、でかいよね、こんなでかい、でかいし、うわ、あ、サムネ用です。
この状態がやっぱこの状態で1ヶ月以上いないといけないっていう、うん、自分が作った家で、はい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 、怖くてしょうがないよね、うん、天敵いる中で。そうですね。それを乗り越えた子たちが自然界で羽ばたいてるっていう、うん、そこでも天敵もいるしね、はいはいはい、っていうなんか一番僕の中でリスクある状態というか、うん、ここを経てやっぱこう浮かしてきてるっていうのがやっぱ感動で、うん、それが好きすぎてやっぱさなぎ、うん、T シャツとかを着たりし作ったりしてるんだけど。なるほどね、うん、その話聞かないと確かにね。あそう一番神秘的、うん、サナギを T シャツにするんだ、うん、成虫じゃなくてって思っちゃいますよね。あそう、うん、でまあやっぱ飼育家じゃないと見れない姿でもあるし、うん、そうこれはねやっぱ大好きで、だからサナギ T シャツもいっぱい作ってるんだけど、うん、今日だよな着るんだったらな今日は何ですか。それ今日はね綺麗に浮かしてきたウエストウッディオオシカクワガタ2匹あクワガタだった。そう、まあ、これはこれでね、そう伝説のクワガタ。そうそうそう、あかっこいいです。それそう、まあ、だからまあサナギはね、うん、飼育してるんだったら1回はサナギは見てほしいな。うん、ちょっとねそう掘り出すのリスクあったりはするけど、はいはい、いやいいね順調綺麗にサナギになってくれてました、はい、さあ残り7匹、うん、次が 139g、はい、これもでかいね。でかいな。あこれも見えますね全容です、うんうん、全容はねまだねサナギと違ってサナギは角があるから、うん、角にひっくり返した時に負荷かかっちゃうと角がパキッてなっちゃったりとかっていう怖さはあるから。なるほどな。そうだから今基本ひっくり返してるけど、あやっぱ一番安心なのはやっぱ上から削ってあの上っ面を開けてあげる、うん、で、まあ、取り出すのは取り出す放置するのは放置するが一番いいかも、うん、さあいきます。まあこれちょっとテンポ重視みたいなとこもあるし、いきます。あおーちょっともろかったねサナギの部屋が、うん、これは139だから結構でかいよ。結構でかいけどサナギの部屋はちっちゃかったね。おー奇妙です。もうぐったり俺の言葉もなんかねっとりしてたけど今ぐったりみたいになっちゃったけど大丈夫伝わります、うん、うわとうわこいつももうそろそろだね。だいぶよりこうオレンジがかってもう完全に離脱してる。もうだから初めて見た時とか幼虫が体調悪いんじゃないかって思うよねこれ。あそうこの姿が全容、うんうんうん、でクワガタはより一層ぐったりしてるからああそうなんだ。そうでなカブトムシと違って腹筋運動も弱いから、うん、クワガタの方がもう動かないじゃんみたいな。そうそうそう、もう思っちゃう、うん、ほんとなんかぬいぐるみみたいな状態、うん、まあ、置いたらその形でぐったりしてるみたいな、うん、だからこう動かないなでつついたりとか、うん、したらまあ動いてくれたりするんだけど、はいはい、そのつついたことによって刺激が傷ついたりとか幼虫自体が、うん、とかっていうリスクもあるからもうじっと待たしてあげるのが一番いいかな。うん、まあ不安でね動かしたりとかするんだけどね、はいはいはい、で動いてああよかったって思うんだけど、うん、基本は生きてると信じて一旦待ってあげるのがいいかな、うんうん、さあこれで2カゴ目終了だから6匹終了かな、うん、さあ残り半分、はい、ちょっとこれ一回戻しましょうか土、はい、きれいにします、うん、いきます。せーの、はいはい、ということである程度土片しました。はいはい、残り6匹いきましょうか。どうだろうね、サナギも見れたらいいけどね。そうですね、動画的にもね、うんうんうん、残りはね結構ね楽しみな子もいるから、はい、次が 137g、うんうん、これも重い。 100g 超えたらいわゆるヘラクレスみたいな 14cm ぐらいのかっこいいサイズ感の子になるんだけど、うんうん、やっぱもう130とかもうちょっと規格外。うん、うん、まあ乗ってるなって期待できるみたいな。そうそうそう、だからもう100イメージ的に 100g のヘラクレスっていうのが平均男性みたいなサイズ感、何センチなんか分かんないけど170ちょいぐらいかな、うん、っていう感じだけど、だからもうこの 137g は、うん、僕ん家の部分でいうと 186cm ぐらい。でかいね。でかい、もう野球選手とかアスリートのサイズ。だいぶでかい、うん、どうでしょう全容かな。下手したらサナギの部屋が見えてないやつは羽化してる可能性もなくはないから、うん、うん、あこれは全容だね。ここ結構端端に作ってるね、はいはい、で広い、結構広いから変えた方がいいかなとは思ってるけど、うん、
でもこっち側にぶつかってはないから空間は足りてるのかなみたいなっていう考察状態、うん、今は、はい、うん、あとね、さなぎの部屋作るときってケースとかってプラスチックだからちょっと柔らかめの、うんうん、ここがね膨らんだりする、土をいっぱい押し固めてるからここ若干膨らむの。これわかるかな、エクシケン触ってみ。こっからスーって前伸ばしてって、そしたらちょっと膨らんでる場所が出てくるんだよ。あー、ここら辺か。そう、ちょっと膨らんでるの分かる。はい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 、はい、そう、気持ち膨らむから。へえ、そういったので、あ、さなぎの部屋作ってるかもなみたいなのとかもあるね、うん、横に横に、そう、横にもやっぱこう圧迫されるから、そう、これはね、すごいわ。ちょっと視聴者の方も触ってみてください。いや、どうやってそんな時代来てんのもう。あー、そう、それ乳首だわやめてくださいすげえ、こんな早く、これ録画じゃないんだ、これ流れてんだ、これ残ったかなごめんなさいね、お子さんたちは。これが大人の笑いってやつでですね、いや、まあまあ、平成生まれの佐賀ですわすいません。さあ、行きましょうか。全容です。はい、ここ、はい、あ、やばいか、閉まったかも。ちょっと出しましょうか。これ多分幼虫かも。全容かと思ったけど、さなぎの部屋、あ、でも全容か、あ、全容だ。おお、よかった。ちょっと待ってね。お尻が結構シワが出るんだけど、うん、この子出てないから、はいはい、ちょっとまだ幼虫かなと思ったけど、動きは全容だね。で、僕が全容かどうかチェックするときは、まあ足が動いてないっていうチェックもあるけど、あ、でもちょっと怪しい。ちょっとこう筆、柔らかいもので刺激してあげて、まず足が動いてるかどうかチェック。で、ここ触覚が動いて動くかどうか。触覚も離脱するから。あ、でもちょっと動きが幼虫っぽいよね。ただ触覚は動いたりはしないから、もう離脱はできてるんだと思う。ただあとは顎。ここ。ここが、あ、噛んでます、これ。ちょっとわかる？ちょっとね、はい、動いて、で、ほら、引っ張れる。これはまだ幼虫ですね。機能してると。うん。だ、最後に頭が離脱するんだろうね。そう、この状態だと、動きは今全容っぽかったけど、ちょっとこう腹筋運動みたいにしたり、まだ幼虫要素が残ってるから、これでさなぎの部屋、人工養殖に移しちゃうとボロボロになったりするので、こういった場合はこれね、さなぎの部屋が綺麗に残ってるから、はいはい、僕の場合はこれむずいね。ただ結構やっぱ狭かったね。こんなに幅が取られてるから、本当は多分ね、こんぐらいだと思う、さなぎの部屋、こっからここだから半分ぐらい削れて、これ結構狭いから、ここに入れとくのはすごく危ないんだけど、一旦この子に関してはこっちが頭なんだよね。こう戻して、で、ちょっと下見やすくするように、ちょっと土をはけて、で、慎重に持って、うん、これもう全然壊れてないんで、で、はめ込む、うん、同じ位置に壊れないように、はめ込む、幼虫を挟み込まないようにね、あと、で、はめ込みます。はい、これで一旦様子見るって感じ。まあもうちょっと時間が経てば、そうだね、あ、1週間後ぐらいには大丈夫だと思うんだけど、うんうんうん、で、この、で、一回こう刺激与えたりすると、ここ危険だっていうので動き出したりする可能性もなくはないから、うん、ちょっとこう数日様子見て、そしたら幼虫が壊して出てきたりとかする可能性がなくはないんで、はいはい、このさなぎの空間を、うん、そうなった時は最初言ったような浅くして、そこに一旦置いとく、うん、って感じにして、腹筋運動を見られたりとか、顎が機能しなくなったらさなぎの部屋に移し替えるって感じですね、うんうん、はい、でやってます。僕はまだ全容になりきれてなかったです、うん、っていう子も出るね。だからやっぱひっくり返すよりは上からやった方が、うんうん、まあ、安全は安全、うんうん、の方が、まあ、なんだろうな、修正効くから、はい、
まあいいタイミングだったかな。うん、はい、さあそして次 133g。 あーでかい、でかいね。これは全容ですね。うん、これも結構見えるね。でこう斜めってここに穴開いてるからちょっとぶつかってるケース。いきます。はい、おもろ、結構もろめの草薙の部屋出てきました。はい、おーぐったりです。ちょっと様子違うよね。うんうん、全容の見た目、これを皆さん覚えておいてください。すぐ気づくのさすがっすね、さっきの子とか。あらみたいな。あ、まあ多少白さはあったもののっていう、すごいよな。そこら辺がやっぱもう何百匹と見てますか。やっぱ何百匹、何千匹、何万なんじゃない、もう何万匹見てきたの、 もしかしたら。すげえな、ちょい言い過ぎたけど。うん、でまあそれでなんとなく違和感に気づいて触ってみたりというか、筆筆で触ってみて、うん、そうだね。あ、ここは早いよな、それ見た時の見た数とかはあるかもね。うん、あでもゆっくり動いてるよね。息をしてますね。ああいいね、だいぶぐったりだね。この1週間でまあサナギになると思う。へえ。でサナギになる瞬間とかも、あのタイムラプスで撮ってる動画上がってたりするんで、うんうん、それもぜひ見てください。めちゃくちゃ神秘的なんで、うんうんうん、これ綺麗ではあったね。これ見て、こんなやん、すごくない。でここ穴開いて、これ結構開いてたね。なんかイメージこんぐらいまで作ろうとしてない。あすごいわ、見えるほら、綺麗に丸空洞ですね。空洞だよ。そうだからカーブすごかったからね。いやそれ駆動早っ。駆動君やぞそれ。俺がいたの空洞。空洞か、うん、そうかそうか。堀内常雄の可能性もあるよな。いやカーブだけで広げんじゃないよ話を。あそうか、ごめんごめん。これで次が 114g 小ぶりめ。はい、さあいきます。あこれ綺麗だったね。はい、おおすごい、すごい空間。これとか綺麗だ。はい、おー来ました。はい、おー綺麗に。さっきの子がちょっとでかすぎたのかな。そう、ちょっと小ぶりに見えるのが怖いよね。うん、動いてる。全然平均身長だから176センチ7センチぐらいあるんだよ。うん、言ったら人間で言うと。それもちっちゃく見えるっていう、やっぱ 130g と 110g の違い。うんうんうん、ああ動くね。さあもう、あ残り3匹か。はい、よっしゃ次。さあ次がお 150g です。これはとんでもない。あこれどこ、あ全容だね。おなんかタイミングとしてはバッチリ。うん、さあ行きましょう。はい、あ柔らかいね。おシワ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 、でも白いなちょっとね。おお白い。ああもうだからこの白さはね、多分内側のサナギの白さだと思う。へえ。まあでも機能してないんですか、頭とか。もう機能してない。うん、そうで、ここからここにね角が丸まって収まってる。ちなみにうわぐったりです。夏バテの俺らみたいだよな。確かに夏バテかと思ったらたまにサナギになるやついるもん。いやいないわさすがに。そいつどうなっちゃうんだよ。家とか。ああでも確かに動かない。ああそう、だから心配で動かしたりしちゃうけど、そう、そういう動かして壁にぶつかって傷ついたりとか起きるから、うん、だ信じて待つ。で、これがね、変色して黒くなっちゃったりとか、サナギも変色してオレンジっぽいのが一概にはいないけど、黒くなってきたりとか、すると、星になってる可能性がある。あなるほど、何か異変が。そう、はいはい、で、まあ、羽化するときは
足とか出来上がって黒いから成虫自体は黒が表に出てきたりとかあるんだけど、そういった子に関してはサナギの皮がちょっとしぼんでる感じになるから、その液体とかがもう固まってサナギの角とか成虫の角とかになってるから、ちょっとこう、まあ、イメージで言うとこういうイメージ、ちょっとこう空間がある感じになってる黒い状態の子とかはもうそろそろ羽化するかなって感じなんだけど、はいはい、さっきの2匹目で出てきたサナギの感じ、張りのある感じの雰囲気で全体的に黒っぽくなったりとかした子はこう細胞がもう壊死しちゃって星になってる可能性が高いかな。そうだから、まあやっとサナギになれたと思っても星になることもまあなくはないから、そこはもうあとは祈るしかないからね、ひとまずね。これで3カゴ終了、残り3カゴ、2匹か、さ2匹、残り2匹はこれは 135g のヘラクレス、ヘラクレス、ヘラクレス、はい、さあ、いきます。はいはい、あー、これも柔らかかったね、はい、あー、でも全容です。ぐったり、数日前の平岡さんみたいな、あー、体調崩してたけど熱がね、その後サナギになってたもんないや、なってないわ平岡さん、サナギになっちゃったご飯食わないってそう、1ヶ月ぐらいマジ、まあ、でも体調も元気になってよかったけどね。ヒラクレス、ヒラクレス。ヒラクレスセプテンをトリオナリスの可能性。セプテンの可能性あったんだ。はい。おー、ぐったり、ぐでん。これが成虫、あのかっこいいフォルムになるの考えらんないな。いや、大丈夫そう。いい感じ。はい。そして、ラストです。はい、さあラストは 130g、 やっぱもう数年前に比べてだいぶ大きいね、そもそもの最終体重が幼虫の。なるほどなるほど、素晴らしい。さあラスト、無事であってくれ。お、いい感じじゃない、これ結構いい感じの場所に作ってるかも。さあ、はい、お、綺麗な綺麗なつなぎのひなだ、こんな感じ、はい、あー、いいね。さあ、割ってみましょう。あ、綺麗じゃない、いきます、はい、おー、すごい、あー、割れちゃった、あ、でもこっち綺麗だ、これがサナギの部屋の断面図、ツルツルで、そう、これすごいよな、もともとこういうふわふわの土だったんだから、ね、これをもうほんと体の側面使って体液とか糞とか使って塗りたくってるみたいな、これがすごい、いや体力も使いますよね、重労働だよ、あ、でも立派だね、はい、OK、 こんな感じで入れて、で土もこんなに使ってたっていう、さっき一回片したのにこれだからね、だから体大きくなる分マットもね、やっぱ餌もヘラクレスはすごい量食べるね、だここのね引っ越しの作業を手伝った時思いましたもん、ヘラクレス土食いすぎて、あー確かに、なんか言ってたな入れとことか、ブロー容器の数が多すぎて、クワガタの後だったから、どっちか忘れたけど、クワガタを経験した後で、このカブトムシの少しの持つ量の変化にやっぱびっくりしましたね、はいはい、そうね、だから言ってたな、田口と一緒に、そうそうそう、インカメで撮影の時にヘラクレス土食いすぎてめっちゃ笑ったなあれそんなクレームつけるやついないもんなヘラクレスの幼虫に土食いすぎて、確かにヘラクレスの引っ越しに関わることがね、あんまりないですね、普通に生きてたら、普通にな、確かに、まああれもねめちゃくちゃいい動画なんで、ぜひあのお引っ越し動画見てください。ああぜひ、はい、お願いします。ということで終了です。はい、はい、ひとまずみんな無事で、ちょっと一匹サナギになりきれて、はい、全容になりきれてない子いたんですけど、まあ逆に動画でそこもまあ見てもらえて、まあ良かったかなと
思いますし、まあ、ちっちゃい子だけちょっと今一旦あのでかいサナギの部屋に入れてるんですけど、はい、多分メスと同じようなサナギの部屋の管理の仕方でやろうかなと思ってるんで、うん、はい、でメスのサナギの管理の仕方に関しては過去動画で上げてたりするんで、ぜひシマナコになって探してみてください。サイ数が多いですからね。あ、まあそうね。ちょっとサイって言った。いや、でっかい動物の名前って言わないですよ急に。シマナコになって探すイコールサイだったってこと。はいって言ったけど、うん、そう聞こえてたかもしれない。そう、まあ、結構あるんで、うん、ちょっと大変かもしれないですけども、はい、時間あるときはよかったら遡って見てみてください、うん、お願いします。具志堅的にはどうでしょう。いやもう、うん、全容とさなぎをなんか交互に見てるような時間もあったりして、うん、ああまあ確かにね、うん、であれがやっぱりヘラクレス、うん、になるっていうのがなんかこう分かってはいるんですけど、うん、改めてこう間近で見るとやっぱ昆虫ショップとかでも見かける機会ないですし、うん、ああサナギ全容はね、はいはい、ヘラクレスのまあ成虫がかっこいいってなると、うん、今日見たのはなんかこう準備してる段階の、うん、だから途中でも言ってましたけどずっとじっとしてるっていうか、はいはい、野生化の中でいろんなリスクがある中で、うん、それを耐えてる時期っていう、うん、ここをなんかすごいって思えるって、うん、やっぱ直接見てるのもそうですけど、うん、かっこよさじゃないところもいいってなるのってやっぱすごいなとは思いましたね。あ、普通やっぱ成虫に目が行きがちじゃないですか、ああいうかっこいい姿、うん、でもやっぱ飼育してるとそういうところもなんか好きになるっていうのもありますし、やっぱ僕も画面越しじゃなくて実際に見てるので、うん、やっぱりなんか美しさというかね、我慢してる、でここでもまだ安全圏じゃないっていうか、浮かばでゴールだとしたらそれもなんかなりきれない子もいるのかって思うと悲しい気持ちにもなります。まあまあまあね、でもやっぱその分浮かしてきた子たちっていうのがすごい素晴らしいですよね。まあそうね、そういうのみたいなところもあるのかもしれないですけど、成虫にまで行くっていうのも大変さを改めて感じました。あーでもすごい、そんな完璧なコメントを毎回残してくれて、うん、なんか僕ここ昆虫ハウスでの作業は多分やったんですけど、ここに来て引っ越し、もしかしたら初めてだったかもしれない。そうか、人工養殖自体がね、うんうん、まあ、その時のことも思い出しましたね。ああまあいろいろね、うん、あ、思い出すと、はいはい、こんなに溢れてくれて、うん、天の川のように美しいコメントが溢れて、まあ、あ、ごめんなさい、なんで、うん、なんでもないですえ、ピチンとか言おうとしたってこと今、なんか全部台無しにする魔法の言葉天の川ってそんなに、うん、天の川って何の天の川分かんなかったんかい星か、あ、そう、あの織姫と彦星をつなぎ合わせる川、あ、美しい、ね、うん、そう、美しいからえ、なに、なんか、え、地元の川かなんか言ったと思ったなんだっけあ、まあそう、うん、まあでも完璧なコメントで、いやいや、うん、でもまあ飼育してたらね、やっぱね、そのなんて言うんだろうなその生きることへのけなげさというか、だから人間が忘れてるような、はいはい、こう懸命に生きてる姿とか繋いでく、こう命をこう繋いでいく感じとか、はい、やっぱ、まあ、こっちの勝手な捉え方だけど、うん、やっぱ感動する部分いっぱいあるから、はい、うん、その中やっぱ飼育のに何だろうな、どっぷりハマっちゃったきっかけって多分この、うん、なんか生命のこう繋がれ方とか、はい、多分さなぎっていう部分のなんか神秘的な部分、はい、ハイリスクな部分とか、はいはい、動いてないけど生きてるんですよ。そうそうそう。っていうこの過程、成長過程みたいなのを見る楽しさがやっぱ強いから、うん、だからまあやっぱ飼育やめらんないんだろうけど、あ、うん、飼育、まあ、ちょっとね小映えが湧いて大変とか、土の処理大変とか、はい、餌代結構かかるとかいろいろあるはあるけど、まあこの規模感がこの規模感だからっていうだけであって、まあ1匹こう飼育してみたりとか、うん、お子さんと一緒にやるっていうのは個人的にはやっぱね、子供のなんだろうな、普段思えないようなこととか、
感じることとか多分その人その人で違う感じ方あるから、うん、まあきっかけあったらねぜひ一回飼育チャレンジしてみてほしいですね。うんうん、ぜひ、うん、生で見るとそうね、感じるものがいっぱいありますね、うん、まあ、それきっかけでもしかしたら昆虫のもっと詳しいこと知りたいで、うん、もしかしたら学者みたいな人なる人もいれば、うん、はいはい、その生き物っていう部分とかで、うん、またいろんなね、うん、ことに広がる可能性もなくはないし、はい、うん、そう、俺みたいにダジャレいっぱい言っちゃうやつも生まれるかもしれないけど、うん、なんでだよ、それは別になんか家庭環境とかによるでしょ。さなぎみでなんでダジャレ言うのが増えたりするんですか。そう、まあでも、まあ、ぜひなんか機会あったら、うん、そのなんか鑑賞みたいな部分以外の繁殖っていう部分もタイミングがあればやってみてほしいですね。はい、そんな感じで今回の動画以上になるんですけども、概要欄に僕が出させてもらってる飼育本だったりとか、あとは、6月から昆虫を展示する施設オープンするんで、そちらの情報を発信していくような X のアカウントも概要欄貼ってたりするんで、そちらもぜひフォローお願いいたします。お願いします。ご視聴ありがとうございました。